歌手のラット、ワイアン・イート・イム・ヒョンテ、ビッグフル、王出身の H.I.T.P. が、本日、22日夫婦になる。結婚式はソウルのある、場所で行われ、当初10月14日に予定されていたが、両家の両親の勧めにより3ヶ月繰り上げられた。二人の出会いは2016年に、韓国で放送された、アイホックバラエティ番組、オーディショントラックで、共演したことから始まり、恋人関係に発展してきた。イムヒョンテの熱心な求愛によって、愛を育み、7年以上の交際の末に結婚を決意した。結婚式は、主礼なしで行われ、司会は、SBS アナウンサーデミのキム・イルジュンが担当する。祝歌は二人と親交の深い歌手のオディが歌う。新婚旅行の予定地はスペインである。婚前妊娠説が浮上したが、所属事務所は婚前妊娠では絶対にないと否定している。レディー、J アネは、結婚式が繰り上げられた理由として、私の父の健康問題で日程を変更することになったと説明している。レディー、J アネは2006年に秋ブドのメンバーとしてデビューし、広大、本で女神として愛される人気歌手である。幅広いバラエティ番組に出演し、昨年はネットフリックスドラマ、再婚ゲームで演技にも挑戦した。一方、イムヒョンテは、レディー・ジェーンより10歳年下で、1994年に生まれた。ビッグフローのメンバーとして2014年にデビューし、ハイ・オー・ピーという芸名で活動している。彼は、様々なドラマにも出演しており、最近は、SBS、模範タクシーにも出演している。この喜ばしい結婚のニュースに、不安たちは、喜びと祝福のメッセージを送っている。二人にとって幸せな未来が待っていることを願って、やみません。